完成した新王力港大橋、新王力港大橋の中国側、建設現場入り口建設中の新王力港大橋。左に中国側の二橋脚、右の遠方に北朝鮮側の二橋脚が見える。新王力港大橋は中華、人民共和国領名称担当から、王力港の中朝国境をまたいで朝鮮民主主義、人民共和国平安北道新宇伊術市とを結ぶ。 第3の橋になる。設置場所は、王力港大橋の下流2 0トルの位置で、新港区の波頭から、対岸の三橋側が王力港へ合流するところの右岸へ達する。構造は吊り橋。全長は6 0 2 6ルアクセス道路を含めると2 0トル建設は2009年10月、中国の温家法首相が包丁した際に締結した。 経済合作協定によるもので、事業費は1億5000万ドル。大部分は中国の資金協力でまかなわれた。橋の建設は、両岸から中国が2011年10月に始め、2014年10月には、橋の本体と中国側接続道路が完成。しかしながら、北朝鮮側の接続道路、税関施設の建設は、 前年度から対中国との経済交流を進めていた、朝政宅が失脚するなど、中朝関係が悪化している背景もあり、現在に至るまで目処は立っておらず、無期限延期となっている。中朝関係が改善した2019年、北朝鮮が道路を造成し始めたことが報じられた。新王緑港を発新王力港を発し、中朝国境に、橋、鉄道が次々、 中国が解放を促す中朝協力の大橋建設、完成後も接続路なく、関係悪化影響信号力エ橋開通が、無期限延期、中朝の新大動脈開通間近か,か信号力港を大橋、北朝鮮側道路を造成。産 k ニュース。 https://www.sankei.com スラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ191227スラッシュ wor1912270016-n1.html2020 年1月1日日閲覧ありがとうございます